歴代の人気モデルが飾ってきたノンノの表紙。雑誌の顔となる表紙撮影はモデルにとって特別なこと。今月20日発売のノンノ5月号の表紙を飾ったのはこの2人、岸本セシルと桐谷美玲。2人で挑んだ表紙撮影はどうだった？2人で初の実は2人で撮影するの2回目なんですよ。2回目がまさか表紙とは思わなかったからちょっとびっくりしました。最初の撮影って何だったの？スピンの時にルの連載の対談で20歳の対談っていうのを2年前にやったんです。2年ぶりにルルちゃんのことをずっと見てたんで、ルモですで、一回まだ会う前に渋谷のスタイルでお互いにチラ見してたんです。ルルちゃんがいる仕掛けられなかった。その時めっちゃ細い可愛い子がいると思った。そんな2人がノンノの表紙を一緒に飾る、これも何かの縁かもしれないね。ところで2人の衣装とっても可愛いよ。お揃いっぽい白のレースで頭にパールをつけて。今回の衣装のポイントは、お揃いのそう髪型とパールがポイントかなと。これも手作りなんです。お花もスタイリストさんがパールも全部作ってくれて、すごい可愛く飾ってくださってテンション上がるね、こういうところ春っぽくて。ミレイが肩に下げているこのカバンはもしかして今月号の付録？ノンノ5月号の特別付録はダズリンのトート、大人気のファスナー付きだよ。付録のポイントは、さっきも話してたんですけど、なんかちょっとした旅行一泊二日とか2泊とかの旅行に使えそうだな。まあ、大きいししっかりしてるし、このピンクが可愛い。なんかブリブリすぎる、大人っぽい。それじゃあ最後にメッセージを。春っぽくて双子みたいに息の合った表紙になったと思いますので、皆さん楽しみにしててください。セシルとミレイが飾るノンノ5月号の表紙、みんなチェックしてね。